記念すべき本日の上映、本日ですね、ご紹介するのは先日ご結婚されたばかりの素敵なゲストです。加藤のり子さんです。どうぞお越しください。こんにちは。ようこそお越しくださいました。こんにちは、加藤のり子です。よろしくお願いします。初夏らしいこの衣装でミーティーと被らないようにお越しいただきました、はい。この度は結婚ご入籍おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね、はい。どうですか新婚生活は。お化けやって2回目なんですけど、はい、でもすごく充実した毎日を過ごしてて、はい、やっぱ家族っていいなと思ってます。すっごいものすごく可愛くて、自分もなんかミッフィーとかお友達みたいな家族が欲しいなと思うぐらい、なんでしょう、忘れてたような部分のこう大切なものを思い出させてくれたりとか、あと言葉がすごい優しいんですよね、はい。だからこう絵本を読んでいるような感じで映像を楽しむことができる、そんな作品でした。私二十歳の誕生日でなんか一人で上野動物園にましたね、特殊ですね何を思ったか分かんないですけど、はい、行って、ね、寂しいなと思って帰った記憶だからやっぱ家族とかお友達とか恋人とかと行くべき場所ですね。一人でパリの動物園にも行って、それはおしゃれですね。いやキリンってでけえなって思ってまた一人だったんですけど、はい、それもこの作品見て思い出しました。せーの、どこかな、どこだ、お辞儀をしながら入ってきました。みんなミーフィーだよー。おーかわいい絵本から飛び出してきました。映画から飛び出してきました。私が痩せて見える実はですね、ミーフィーから加藤さんに素敵なプレゼントが用意してあるということなんですけれども、ミーフィー何かな。んやったーウェディングドールだって。やった、ありがとうございます。おめでとうございます。あ、嬉しい、ミッフィーありがとう。何があるの。まあね、入籍はされたということですけど、ご結婚式そういったものは何か予定されてらっしゃるんですか。あと席を入れた当日にお蕎麦屋さんでみんなで食事会というものをして、それが私の中では式かなと思ってるんですけど、はい、このような綺麗なウェディングドレスは着てないので、機会があれば着てみたいですね。そうですか。あ、先日一応席入れる日もメールを入れさせてもらって席入れた後も報告させてもらって、でこの間お仕事で一緒だった時にもし何かあったら返金かっていうことでお祝いをいただきました。はい。でもさんまさんのお付き合いしてる時からなんかお伝えしてたということですけど、旦那さんのことをどんなふうにおっしゃってますか。さんまさんは合わせないようにしてます。そうなんですか。合わせて痛い目に遭ってるんで、合わせて痛い目に遭った被害者の会みたいなのがあるんですよ。なので極力合わさない方がいいっていうところで言ってない、合わせてもないですね。まださんまさんお会いできてないご夫婦には会ってない。来る、家に来ると言ってましたけど、この間でもうちもないですそうですね。でもそう、へえ、ねえ、もう本当に皆さんおっしゃる通りで、それはもう神様がね与えてくださったし、子供との出会いだと思うので、うん、いたらいたで嬉しいし、たくさんいたら楽しそうですしね。全然いろいろ日にちを調べたりはしてたんですけど、もう一番は忘れないようにしたいのと、やっぱりちょっと桃の日というか暖かくなるような時がいいかなと思って決めました。全然ないっすね。普通にどっか行けたらいいかなと思います。どうもありがとうございました。失礼します。